こんにちは、大友潤です。今日もブログ撮っていきます。よろしくお願いします。今日ちょっと風邪ひきましてですね、体調不良で、ちょっと簡単な動画でなりますが、ちょっと拝見いただければ嬉しいです。はい。で、こちら、トイプードルネコポンです。今7歳です。はい。で、新しい。出てるよ。うん。さあちゃん、さあちゃん、さあちゃん、こんにちはして。こんにちは。はい。で、先日、嫁さんの誕生日がありまして、その誕生日プレゼントに、豆ルリハを買いました。さあちゃん、豆ルリハの何ちゃん？みずちゃん。豆ルリハの男の子なんだけどね、ちゃん付けしてる。はい、男の子なんだけどちゃん付けしてるということです。じゃちょっと近づけてあげてカメラに。はい、そうです、豆ルリハの。これ、この子ね、全然噛まないんだよ、噛ま。そう、豆ルリハのいっちゃんみたいな噛まさ、水着。そうだね。うちには文鳥が2匹と、あ、文鳥3匹と、あと小桜インコが2匹おります。で、これで、豆ルリハが来たので、今合計6匹です。イェーイ。はい。うん。一応、近況報告になりますが。で、それとあと、DJI の、オズモアクション5 Pro は、公開に出しました。で、一応、まあ、向こうに着いてから24時間以内に、出荷されるらしいので、結構ね、また着くのが楽しみです。それと、あと、アウテックスっていう防水のハウジングを手に入れました。ミラーレスのね、ハウジングになるんですけれども、それをまた使ってね、ミラーレスで、また水中動画撮っていきたいと思います。今日のところはこれぐらいさせていただきます。大友潤でした。さよなら。さよなら。みんな、iPhone 使えよ。